マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。最近できた彼女とディズニーランドに行くことです。ディズニーランドは夢の国ということで、一緒にですねほやほやの状態で夢の国へ行きたいです。夢の国の主人公であるミッキー、ミニー、この二人に会いたいと思っております。ディズニーランドで彼女に言ってあげたいセリフ、君が僕のミッキーマウスだよ。まあこれはもう定番でしょうね。すごい恥ずかしい。将来の夢はパティシエと宇宙飛行士と保育園の先生。一番の夢どれ？宇宙飛行士。宇宙とかなんか土星とかね、行きたいから。今努力していることありますか？お勉強。ドーナツ屋さん。ドーナツ好きだし、作るのが好きだから。一番好きなドーナツはどんなドーナツですか？ポンデリング。おしゃれなドーナツ屋さん開きたいです。幼稚園の先生です。前長さんの頃、先生がすごく優しかったから、なんかなりたいなと思いました。先生優しいなとか、あとなんかいっぱい教えてもらえて嬉しいなとか思ってほしい。もうすぐ結婚するので、奥さんと幸せになることが夢です。年に1回ぐらい毎年旅行に行って、ずっと仲良く行きたいです。結婚して行きたいところ、北海道。なぜ？美味しい魚をたくさん食べたいです。そうですね、2人子供は欲しいと思ってるので、4人家族で仲良くしていきたいなと思ってます。じゃあせっかくなんで奥さんに向かってメッセージどうぞ。愛してるよ。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回は東館2階のタス市です。イチオシはツーウェイショルダーバッグ。お客様とスタッフの声から生まれたタス市オリジナルのカバンです。毎日使いたくなるカバンをコンセプトに、機能性や軽さ、見た目にもこだわりを持って作り上げました。次回の収録は7月29日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。